ドド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 こんにちは、いきおさんです。今日はですね、昨日に引き続きクレステッド月光の動画になります。まあ、まだお迎えかよって思った人はもう見なくても大丈夫です。それでは行きましょう。どうぞ。はい、今回使っていくケージなんですけれども、ジェシカエキゾテラさんから出ているグラステラリウムのアステカキットを使っていきます。こちらのケージは限定のセットになっていて、もう多分ね売ってないんじゃないかなと思うんですけど、去年に買ってたんですけどまだ使ってなかったので、今回こちらを使用していきます。で、床材なんですけれども、昨日の動画と同じで、まず最初に水はけを良くするために赤玉土の入ったジクラさんから出てるジョドサンドブリーダーブレンドを、まあ、少量敷いていきます。で、その上に、バイオジオマットをこう敷いていきますね。まあ、こちらもね、あの土の中にもともとバクテリアが入ってるので、うんちをしてもこう分解してくれるっていう床材になってます。いいですね。で、全体的に引いたら次は、はい、出ました、こちらアステカおじさんアステカおじさんを入れていきます。もうこれだけでめちゃめちゃかっこいいよね。このキット本当おすすめですね。めちゃくちゃかっこいい。例えばネットで漁ればまだね在庫あるとこあると思います。で、そこに、はい、出ました、ジャングルバインです。まあ、クレステッド月光にジャングルバイン使うんかよみたいな、カメレオンじゃないのって思う方多いと思うんですけれども、ちょっと工夫を凝らしてですね、私はジャングルバインを、クレステッド月光に使っていくっていう方法をちょっと編み出しました。はい、めちゃくちゃこれいいですねめちゃくちゃいいです、この方法。前ご紹介した2匹とかもケージを大きくして304号のグラテラのやつでジャングルバインで同じようなレイアウトにしてあげてます。そうするとやっぱりね、尻尾が結構しっかりと伸びてくれて、フロッピーテールの心配とかもないみたいなんですよね。なのですごくね、環境がめちゃくちゃいいんですよ。そうだから、ちょっとね、使ってみて思ってるんですが、やっぱりジャングルバインでもめちゃくちゃいいと思います。うん、いい足場になるんですよ本当に。そうだから、カメレオンだけじゃなくてクレスとか、まあ、他の樹上性の生き物にも使えると思います。で、まあ、ちょっと進んじゃったんですけど、植物を入れていって、で、そのジャングルバインのところに隠れ家をちょっとね作ってあげないとかわいそうだったんで、これ100均で買ってきたこうポトスの人工草みたいなそうプラスチックで できてるやつなんですけど、100均の緑の結束バンドでつけていきます。これ緑のやつだとね、色が目立たなくてすごいいい感じになるんで、緑の方がおすすめです。で、はい、出ました、こちらアステカキットについてる水入れ、これめっちゃおしゃれですね。うん、いいけど、まあ使ってくれないですね。はいクレスはね、水入れあんまり入れてても、まあ入れてた方がね湿度上がるからいいんですけど、あんまり、まあ、霧吹きの方がいいかなっていう感じですね。まあ見栄えはします。はい、準備が整いました。めちゃくちゃかっこいい、本当にかっこいい。これやばいね。いや、これでクレスちゃんも喜んでくれると思います。で、めちゃくちゃね、映えるんですよね、このアステカキット。そう。結構、レイアウトに悩まれてる方ってすごく多いイメージなんですけど、ジャングルバインを使ったら自由自在なので、流木置くより全然いいと思いますね。え、怖っ。はい、それではね、早速生態を入れていきたいなと思います。この子です。はい、またね、このリリーホワイトをお迎えしてました。実は繁殖目的のために、まあリリーホワイトを今回は2匹お迎えしました。で、この子は女の子になります。やっぱちょっと顔つきが違うんですよね。なんかこの子の方がね、結構目が大きくて鼻との距離が短い感じがします。男の子の方が長い感じがしますね。あ、こっち向いてくれた、かわいい、かわいいですね。この子も側面、そして背中、尻尾、足の先、お腹、しっかりもう白く出ております。いや、クオリティが高いですね、本当に。とっても綺麗な子だと思いますね。で、いいムチムチボディなんですよ、この子。そう、それでは早速入れていきます。おっ、
入ってくれました。アステカおじさんのね、付き人みたいな鳥の頭に乗りましたね。かわいいですね。マックレス、ちょっと湿度が必要ということで霧吹きもしてあげました。まあ、こんな感じでいつもメンテしてあげれば全然綺麗に保ってますね。まあ、2週間ぐらい経ったんですけど、今でも全然綺麗に保たれてますね。もうそこまで掃除はしてないです。壁面についたうんちとかを取るだけで、あとは床材混ぜるだけっていう感じでやってます。はい、水分をしっかりあげたら代謝が上がってきて発色がだんだんと良くなってきました。はい、こんだけね、もう尻尾まで真っ白、ムチムチで、足腕もムチムチです。いや、いいお母さんになりそうですね、本当に。なんかちょっと本当にこうアステカの森林の中にいるクレースみたいな感じじゃない？ニューカレドニアをそのまま日本に持ってきましたみたいな感じじゃない？ミニニューカレドニアみたいな感じじゃないですか？ねえ、いいですよね。かっこいいんですよね。で、このレイアウトにしてから餌の食いつきがね、良くなりました。やっぱりそれだけしっかり動けてるっていうのは大事なのかなと思いますね。かわいいですね。新しい環境ちょっと戸惑ってますね。あ、森林の中入っていきました。うわ、かっこいい、かっこいいわ。まあ、クレス的にも多分隠れ家がいっぱいできて環境もすごくいいと思いますし、私たちもね、見ててすごく楽しいと思うので、ぜひジャングルバインを使ってこういうレイアウト組んであげるととってもいいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回もね、前回に引き続きクレステッド月光のリリーホワイトをお迎えしたという動画でした。昨日はオスだったんですけれども、今日は女の子のご紹介でした。で、あと、まあ、メインはリリー・ホワイトの紹介というか、私的にはクレスの飼育ケージの中というか、そのレイアウトっていうのをちょっと見せたくて、今回、動画にしました。で、入れてみると、こういう感じですよっていう形で、お迎え動画と一緒にさせてもらって、メインで飼育環境の動画っていう形で見ていただければいいなと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。面白かったよって方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。